タレントのフワちゃん、年齢非公表、が SNS 上でお笑い芸人、ヤスコ、25、に対して不適切発言をした問題で、6日に2人が直接会い、フワちゃんが謝罪したことが分かった。関係者によると、ヤスコは大騒動となったことに戸惑いはあるものの、謝罪を受け入れており、2人の間にわだかまりは残っていないという。ことの発端は4日、ヤスコが X。 旧ツイッターに投稿した、安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝です、の書き込みをフワちゃんが引用し、お前は偉くない、予選敗退です、などと書き込んだこと。その後、投稿を削除し謝罪していたが、炎上状態に。5日深夜の日本放送フワちゃんの「オールナイトニッポンゼロ」が急遽放送休止になるなど、余波が広がっていた。ただ 謝罪を済ませたとはいえ、一件落着とはならない。フワちゃんの仕事には大きな影響が出そうだ。日本テレビは11日放送の、行列のできる相談所、日曜号9、0から出演シーンをカットする方向で調整中。スポニチ本市の取材では、すでに編集作業が進められている。同局関係者は、一部で映り込む部分が出てきそうだが、 トーク部分は全カットの方向と明かした。日テレは、ラインアップ変更の予定はありません。とし、編集については、検討中、としている。さらに、今後も地上波テレビへの出演は困難となる見込み。キー局関係者は、年上の人にもタメ口で話すなど自由奔放な姿が受けていたが、言ってはいけないことはある。番組スポンサーも事態を重く見ている。 起用すれれば視聴者かららの批判も避けられないと話した。フジテレビでは9月7日放送の特番、有吉の夏休みにふわちゃんが出演。フジは放送内容に変更はないとしているが、代理店関係者は世論の動向次第でカットの可能性もあると話した。広告に起用する企業も厳正に対処する方針だ。この日、Google ジャパンはふわちゃんが出演するスマートフォン。 Google p ピクセルの CM 動画を公式サイトで非公開にした。同社は他者を尊重しない行為に関しては厳格なポリシーを有していますと説明し、今後の契約については Google のポリシーに沿って適切に判断いたしますとした。また、進行中だった別の広告案件が白紙となったことも判明した。関係者によると、フワちゃんは活動を自粛せずに改めて謝罪文を出す予定。 テレビ関係者は当事者同士で解決しても問題発言をしたのは事実。テレビ出演は難しいとし、YouTuber ーーに戻るパターンもあるのではと話している。